カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのアキです。デカモイの日浦です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということでですね、はい、なんともう10月終わりですよ。はい、はい、終わります終わります。今宣言されました、はい10月の、28日でございます。はい、はい、ということで10月の28日はどんな日なんでしょうか。はい、この日なんです、はい、本日は速記の日。速記はい速記、うん、はい、1882年の10月28日に、はい、田草幸喜さんが日本橋で初の速記講習会を開催した人になっております。そんなのあったんや。はい、1882年ですもんね。これまず速記って何なん？速記って何？っていうところですよね。ですよね。ですよね。だから要はあの新聞記者さんとかが取材するときに、うん、あの一字一字何言うたはることをあのひらがなとか漢字とか入れてわーって書いとったらもう間に合わへんし、で漏らしてしまう可能性があるので、速記と言ってもうなんかあの暗号なんですよ、要は、うんうん、なんかニョロニョロってしてるなんか暗号をビャーって書いたら後で読み返すと、それを解読していったら、全部文字起こしができるという、うん、そういうあの書き方のことを速記っていうんですね。はい、はい、ということなんですけど、はいはい、そのね、速記を広く、うん、広くみんなにね知ってもらうための、うん、日となってますね。ね、だからそのまあ速記ね、最近なんかね、うん、あのいろいろあるんですけど、最近はもうほら、はい、ボイスレコーダーとかね、はい、もしくはあのもう何やったら iPhone でビャーってこう動画で撮っちゃって、うん、でそのまんまこう文字起こしを、AI がやってくれる世界になってるんで、うん、はい、はい、めっちゃ便利、めちゃめちゃもう使ってはるんで、めちゃめちゃ便利なようわかったんですけど、はい、はい、まあそういう時代になってますよ ね、はい、だから速記がね、はい、いつまで頑張ってはるかっていうところではあるとは思うんですけど、はい、はい、多分最初のね新聞記者さんとか最初にこれを教育されはると思うんですけど、うん、はい、まあ、最近はでも本当にこれで iPhone でっていう感じ、うん、間違いないですもん ね、そうですよね、絶対間違いないんでね、うん、はい、はい、はい、そしてもう一つ、お出汁の日です。はい、速記からお出汁お出汁の素材であるカツオの焙煎カビ漬け方法を考案した江戸時代の、紀州南浦、今の稲見あの陰南って書いてね、稲見ですね、はい、そう、今のその和歌山県稲美町の、はい、漁村、うん、角谷陣兵衛陣太郎か角谷仁太郎ですね、はい、角谷仁太郎氏の命日であります。10月28日1707年の10月28日の命日がから取られているそうで、江戸時代ですよね、はい、だしの正しい情報を提供と、うん、美味しくヘルシーで体にいいおだしの魅力を知ってもらうことが目的で作られております、うん、まあ、あの鰹節っていうのね、うん、あのまあ、鰹節なんですけど、あれは鰹の体にその要はあのカビを植え付けて、でカビ植え付けてまずくするんじゃなくて、あのカビ植え付けることによって水分を取るんですよ。そうそうそう、ここが大事で、水分が残ってると腐ってまうんですよ。だから水分を完全に抜いちゃう、でそのカビによって、まあ、要はそのなんていうんですかね、美味しい成分とかをね、あの中で発達させていくというか醸成していく。それを思いついたのがすごいですね。すごいよね。カビをつけたら水分抜けて長く食べれるって。うんうん、なんか、まあ、熟成するのに肉とかもね、そのカビを熟成されるのもあります。で、いろんな熟成法があるんですけどね。だからやっぱり熟成させることによってあんだけね、美味しい味がね、美味しく変わるっていうのはすごい。そうですよね。でね、これがね、でこれがね、あの実はあの同じ鰹節でもね、うん、その水分が残ってる度合いで味がちゃうんで、あ、だからあのこの硬度、うん、水分量でそれが分かるのよ。で、あの何、鹿児島とかのやつはもうめっちゃカタカタで、うん、片節っていうか、キンキン、もう音がキンキンって、もう金属みたいな音するんでね、うん、水分抜けて切ってるから、ね、ところがあれのあれ削ったらめちゃくちゃ美味しいっていう。うん、はい、なんかお出汁を飲めたらなんか嬉しいですよ、うん、なんか日本人でよかったなって思える、だから、うん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 、
まあ、関西特にね、そうかもしれない。そうですね。関西でもあれやからね、あの鰹と昆布の合わせだしやからね。うんうん、この合わせもなん、あもう、あうどんが食べたい。もうあの朝日のカレーうどん食いに行きたい。カレーうどん。ちゃうね。朝日のカレーうどんを食べたら余計出汁のうまさが分かる。ほんまや。みんな食べに行って。みんな食べたくなったはずですね。うんうん、あの上沼恵美子が美味しい言うてたから間違いない。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日のですね、このプレゼンありかなしかはですね、はい、なんとまたしてもというか、もうあと1ヶ月なんですよ。そうですね、1ヶ月切ってるんですよ。切ってます。はい、切ってます。ドラゴン映画祭からです。はい、第8回ドラゴン映画祭2023、アット西成スペースハウスです。はい、はい、ね、で今までいろんなこと言ってきました、うん、ね、チケット、ね、うん、あのどうやったら買えますよとか、うん、どういうのがあって、まあ、ライブやってとかパフォーマンスやってとか、うん、なんかいろんなこと説明させてもらいました、はい、今日はですね、うん、いよいよ行きますよ、うん、これです、はいはい、作品を説明します、はい、でしかもね、恐ろしいです。今日はドラゴン映画祭のことしか言いません。だから、このプレゼンありかなしかで、はい、見てくださいね、これね、このこちらです。半分22作品中11作品目まで、はい、言います、はい、でこの後グッチョイで、12作品目から22作品目まで、11作品ずつ喋、はい、ります。お届けしますんで、はいはい、今日はもうあのドラゴン映画祭特集でございます、はいはい、ということでこれでね、あのあそんな作品あんのっていうのを知ってもらえると嬉しいなと思うんですが、はい、ただね、さすがに22作品喋り倒すと時間ありません、うん、時間ありませんので、このチラシに載っている、作品タイトルと、ね、うん、それから何年制作とか何分の作品とか、うん、で誰が監督とか、そういう情報は言います。でそこにこのドラゴン映画祭独特のジャンルという、ジャンル、このジャンルっていうのを言います、はい、これでなんとなくその映画が、ああそういう映画なんやって分かってもらいながら進めていくというお話なんです。あらすじとかね、想像してもらう。いや、もうあらすじ一切言いませんから。言わないんで。言わないんで、はい、これ結構ねおもろいのよね。はい、ということでまずは一作目からいきたいと思います。ゼロ一番、はい、はい、ゼロ一番、はい、リュウジ、はい、1983年制作の92分の上映時間です、はい、監督は川島徹、はい、ジャンルヤクザ、はい、青春、そうですね、はい、そうですよね、はい、あのもうヤクザ映画というかですね、うん、インディーズ映画の金字塔だから、うん、当時のヤクザ映画言うたら、もうヤクザの親分と親分がどう戦って、その子分たちがねってもうなんかどつき合うみたいな、そんなヤクザ映画が多かったんですけど、はい、これはもうヤクザの中でその本当に生きてる人たちの青春ものというかね、うん、そういう揺れ動く心みたいなのを描いてる作品なんで、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、続きまして、はい、カバ、はい、2021年制作、はい、135分の上映時間、はい、監督は川本隆弘監督、はい、ジャンル、はい、青春、うん、学園、西成、人権、もうジャンルに西成って言ってる時点でね、西成がジャンルなんかいいんだよ、ジャンル西成って。いやでも西成映画って言ってもいいぐらい、そうですよね、西成の作品、うん、西成を描いた作品でいっぱいあるのはあるんですけど、うんうん、その中でこれはもう本当にまさに青春だし、はい、もう学園ですし、はい、人権ですし、はい、っていうところで、そうですね、はい、全てぶち込まれてます、はい、はいはい、そして、はい、トモル2022年制作、はい、42分の上映時間、はい、監督が日向昭弘監督、はい、ジャンル、はい、青春、はい、自死遺族、はい、パパ活、うん、コロッケコロッケジャンルにコロッケって何？そうなのよ、そうなのよ、あのね、この作品はメニュー表、これこの作品は見終わった後コロッケが食べたくなります。そうなんです、はい、はい、まあ、パパ活のシーンもありますしね、うん、はい、ぜひ見に来ていただきたいなと思います、はい、浅川さんも出演してます、はいはいはい、すごいことになってますから、浅川さんが、はい、コロッケと戯れてます、戯れてます。はい、はい、そして、はい、西成金魚、はい、2023年制作、はい、上映時間は未定でございます、未定ですね、はい、はい、監督は森沢達郎監督、はい、そうです、はい、ジャンル任侠映画、うん、西成です、
はい、こちらもまた西成が、うん、まあ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 任侠、はい、まあもうこれね、あのビジュアルがもうすでにね、もう任侠って分かりますよねっていうビジュアルですごいことになってますけど、うん、はい、はい、西成を舞台にしております。ほらね、西成ジャンルになってるよね。2つもあったらそれはもう立派なジャンルでございます。はい、はい、コロッケも1個どっかないかな、うん、はい、はい、次、はい、ライフワークオブアキラ黒沢、はい、2022年制作、はい、91分の上映時間、はい、監督は川村光彦監督、はい、ジャンル、はい、ドキュメンタリー、うん、黒沢アキラ名前やまあまあでもね、そう、黒沢映画じゃないんだけど、うん、黒沢明を描いてる作品なんで、うん、はい、これはもうなかなかないですから、うん、はい、あの川村監督もね、はい、おいでになってここで、うん、あの上映もして、はい、お話もしていただいたということなんですけど、はい、すごくいい人らしいですね、うん、めちゃくちゃいい人、可愛らしいんです、はい、なんか、あ、そうなの、はい、うん、またあのね、この、会場でもね、はい、来られるんですかね、はい、一応来、ね、る予定です、はいはい、まあ、何かの事情がない限りは来られると思うんですけど、はい、まあ、ぜひあの川村監督に、ね、会いに来ていただければなと思います、はいはい、そして、はい、レンタルファミリー、うん、2023年制作、うん、107分の上映時間、はい、監督は坂本武人、武人監督、はい、ジャンル、はい、社会派、はい、ドラマ、家族、はい、ということですね、はいはい、まあまあ、あのレンタルファミリーですから、うん、あの名前の通りですよね、うん、はい、家族を、レンタルするというね、うん、はい、まあ、よくあるというか、うん、東京ではそういう職業がある、うん、あるなりないなりみたいなね、レンタルおじさんとかもあるじゃないですか1時間なんぼで借りれるみたいなね、まあ、それがファミリーになったらどうなるかみたいな、そういうお話でございますけど、はい、楽しみでございます。はい、はい、そして、はい、みんな生きている2つ目の誕生日、うん、2022年制作、はい、113分の上映時間、はい、監督は両沢和幸監督、諸沢、はい、監督は諸沢和幸監督、はい、ジャンルは医療、うん、骨髄移植、はい、そうです、はい、ドラマ、うん、空手、はい、となってます。そうなんですよね、あのこれね、空手のシーンから始まるんですよ。うん、で主人公が空手を教えてはるんですよ、うん、教えつつあの大会にも出てっていう、うん、そういう主人公なんですよね、うん、でこれあの実は実話で、うん、実話を元にしてまして、はい、そうなんです、実話を元にしてる、まあでも最終的にはファンタジーなんですけど、うん、はい、まあ僕もほら臓器移植の、ね、作品作ってますけども、うん、ここはあの骨髄移植なんですね、はい、骨髄液を、注入してっていう移植になるので、うん、はい、これがねよくわかるんです、うん、そのどうやってるのか、骨髄移植であこんな風にやってんねやって、ね、すごいよくわかる、リアルなんですね、リアルです、うん、めちゃめちゃリアル、ほんまに先生がやってくれたんですよ、ほんまのお医者さんがそのシーンを演じてはるんで、はい、これ結構見ものです、はい、そうですね、はい、そして絆王子と無限の一歩、2022年制作、69分の上映時間、うん、監督は武田和明監督、はい、ジャンル青春、うん、教育、うん、不登校、そうなんですよね、うん、あの不登校のね、はい、ね、少年と、まあ、少年というか、まあ、少女とが主人公なんですけど、はい、まあ、そこからね、その周りのみんながどういう風にねっていうところを描いてる作品になるんですけど、うん、はい、まあ、まさに青春で、ね、はい、はい、青春ですね、はい、はい、そして愛のくだらない、はい、来ました、2020年制作、はい、93分の上映時間、うん、はい、監督は野本小杖監督、はい、ジャンル、はい、人生、はい、ドラマ、うん、やらかしやらかしっていうジャンル何っていうねあのこれ実はね、野本監督はジャンルを人生とドラマしか書いてこなかったんです。うん、で僕がやらかしってつけましたで本人はあの笑ってしまいましたっていうあのコメントくれてるんですけど、はい、まあそうなんですよ、うん、あの主人公がね、あのいろいろやらかさはるんです、やらかさはるんです、あのそれを、なんていうかな、もう自分のことのように見て、あのどう感じるかみたいなところが、うん、この、 あのドラマの面白いところなので、ぜひ楽しみに見ていただければなと思いますね、はい、はい、はい、そして遠い雷鳴、はい、2020年制作、145分の上映時間、はい、監督は大橋貴之監督、うん、ジャンル SF、うん、ドラマ、はい、家族、そうなんですよ、これ SF っていうところがさ、うん、ポイントで、うん、あの彗星が落ちてくる
地球に落ちてくるという設定なんですよね。大橋監督の、ね、ファンタジーの。そう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 。ファンタジー大好きやからね。はい。で、そのもうどう考えてもその人類滅亡するしかないという、うん、設定の中で人類たちがどういうふうに生きていくかっていうところに、うん、なんと、まあ腹違いの妹が、姉妹の元にやってきて三姉妹で暮らし始めて本当の家族になれるのかっていうところを最後に置いてるんですけど。うん、SF いるのかって思わず大橋君に言ってしまったというやつなんですけどいやでもこれね面白いです、はいはい、であの高石あかりちゃんが、はいはい、で私一押しの高石あかりちゃんが、はい、その妹役でね、腹違いの妹役で出てきますので、ぜひ彼女の演技も見てあげていただきたいと思います、はいはい、そして、はい、大きな木になりたい2018年制作、はい、30分の上映時間、はい、監督は日浦明弘監督、はい、ジャンル医療、はい、心臓移植、はい、ドラマ、はい、家族、はい、そうなんですね、家族ですね、はい、家族ですね、お母さんです、はい、お母さんです、はい、先生です、先生です、はい、ヒロインのお母さん役で出てて、はい、で主人公男の子の方の先生の役で出てるんですよね、はい、で一番あの印象的なシーンで印象的なセリフを言う、うん、あの1回しか登場せんのに一番あの頭に残ってくる人っていう役なんですけどね、はい、はい、そうなんですよ、はい、うん、まああのこれもね、あの川上舞子さんに出ていただいて、はい、もうあのシーンはえぐいですね、うん、はい、もうみんな泣かざるを得ないというか そこまで引っ張ってくれてる作品になってますけども、はい、はい、ぜひ楽しみに見ていただければと思います、はい、以上前半、はい、これ結構ねお腹いっぱいやねジャンルがもうオリジナルすぎて やらかしてないコロッケってないいやコロッケ、うんうん、でもおもろいやん、はい、なんか興味持ってもらえそうなんか見てもらって納得できるますよね、うん、見てもらったあなるほどやらかしやなとかあなるほどコロッケやなとかぜひあのうんって思った、うん、そのジャンルの作品ほど見ていただきたい、はい、気になったらもうぜひ見てもらいたいなと思います、はい、はい、という感じでございます、まあ、我々ねスタッフもね本当にあの楽しみながらこ の, さあの映画祭をね、運営していきたいと思っていてで作るのであっても、はい、ね、作品選びのところからもうすでに僕ら楽しみながらやってたりとかしますんで、はい、はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思いますということで、一旦ですね、はい、このプレゼンありかなしかというコーナーではここまでという形にさせていただきたいと思います、はい、はい、ということでありがとうございました。続きましてあゆみ、はい、情報です、はい、11月に入りまして、はい、3、4号と籠の中の絆、うん、ジョバドの上映になります。来ましたね、いろは桜、ね、はい、そうです、ね、はい、アイドルグループの、ね、はい、はい、の上映になります、はい、詳しい、お時間とかは、うん、ホームページの方をご確認ください、はい、随時更新していきますので、はい、はい、はい、ご覧ください。これ、なんて、何なんか全7回、ね、はい、上映させていただきます。3、4、5の、ね、はい、3日間で、はい、はい、しておりますのでぜひお越しくださいませ、はい、そしてちょっと空きますが、うん、12月に入りまして12月の、13から17日の5日間で、うん、はい、ファーストミッション、うん、こちら、うん、アクション映画になります、うん、はい、の上映になります、うん、はい、うん、アクションのね、はい、俳優さんの早瀬さんが、はい、企画、うん、脚本、総合監督として、はい、はい、はい、やっておりますので、はい、ぜひぜひ、12月にね、ハラハラしにお越しください、はい、めっちゃなんか、はい、あのおもろそう、めっちゃおもろそうでしょ、うん、好きそうですよ、いや、めっちゃ好きそうな、ね、なんか、はい、大好きです、ね、はい、しかもこの主演ですかね、はい、この児玉桃花さんですね、はい、この人 の, あの出演作品の中で僕一番注目したいのは、はい、映画泥棒映画ドラマをやってんのみたいな。出てた、かぶってるから分かれへんよねみたいな、うん、そんな感じなんでしょうね、きっとね、はい、これ聞いてみたいな、どんなんやったみたいな、はい、はい、ファーストミッション、ぜひぜひ12月13、14、15、16、17、5日間で上映します、はい、お願いいたします、はい、そして12月20日から25日、はい、クリスマスまでですね、西木場ショパンです、はい、はい、こちらも上映させていただくことになりました、はい、はい、ぜひぜひお越しください。これね、実はあの、竹本芳雄監督、はい、うちに来てますから、はい、はい、そうですね、これの、
あの上映というかの、映画館で上映されるというのの、宣伝の時にご本人来てここでプレゼンして帰ってくるんでね、はい、で、あの、飲みに行きましょうって、あ、行きましょうって言われて、飲めるんですかって、全然飲めませんみたいな、何やそれみたいな、なんかノリはすごくいい人でした、はいはい、そしてね、アフタートークもありますので、はい、ぜひ、決まり次第載せていきますので、はい、ホームページの方載せていきますので、ご確認して、ぜひお越しくださいませ、はい、いろいろ来られるみたいです、はい、監督、プロデューサー、選手は、選手はまあ、バラバラで来るかもしれませんけど、はい、いろいろ来られる、はいね、はい、ぜひお願いいたします、はい、はい、よろしくお願いいたします、します、はい、はい、以上です。はい、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ行きますよ、はい、今日のグッチャーイ、はい、もう今日ね疾走駆け抜けるように行きますよ、はい、後半戦、はい、後半戦でございます。ドラゴン映画祭です、2023です、はい、行きます、後半戦ね、はい、12番目から行きましょう、はい、はい、横須賀キタン、はい、2020年制作、86分の上映時間、はい、監督は大塚慎一監督です、はい、ジャンル、はい、ミステリー、恋愛、社会派、ファンタジー、はい、となっております。そうなんです、これね、あの実はもう、まあまあ、あの東日本大震災のことも、ネタの中入ってまして、はい、そこを起点にした、まあ、人間ドラマになってるんですけど、そこにこのファンタジーっていう意味がどういう意味で入ってるのかっていうところですね、ね、はい、東日本大震災終わった後にいろんな噂が、ね、飛び交うんです、うん、で、それをモチーフにして作られていますので、ぜひですね、このファンタジーっていうところがどういう意味なのかっていうのを見に来ていただきたいなと思います、うん、はい、はい、そしてヒゲの校長、はい、2020年制作、120分の上映時間、はい、監督は谷真一監督、はい、ジャンル手話、教育、歴史、史実、はい、ま、これあのヒゲの校長って、あの本当に実在した方で、あの要するにあれなんですよね、今手話がこう使われてるじゃないですか、うん、ね、あのこの間、この間とか、まあ、あのついちょっと前にサイレントっていうねドラマで、うん、あのそのロアの人が、うん、口は喋れ、口では喋らないんだけど、うん、手話ですごい豊かな表現をするっていうのを、まあ、使った恋愛ドラマっていうのがあってすごい流行ったんですけど、あれがなぜできてるのかというと、昔はこの要は口喋ってる人も、うん、その口の動きを見て聞こえないんだけど、その動きで、ああいう、ああこの人何て言ってんねんなっていうのを読み取って、で、あの自分が何て喋ってるか本当は聞こえてないんだけど一生懸命練習して喋るというのが、あの実はロアの人の、耳聞こえない人の、あのスタンダードやったんです。その中でいや違うと言って、あの手話だって言って手話を、あの広げたっていうのがこの人なんですよね、はい、まあ、ぜひその史実を見に来ていただきたい、ございます、はい、はい、そして雲旅、はい、2022年の、制作、はい、90分の上映時間、はい、監督は下本寺隆監督、はい、ジャンルドキュメンタリー、はい、ロードムービー、うん、ボクシング、なんでやねんロードムービーとボクシングってどういうことやねんまあまあ確かにね、はい、あのでもねこれ不思議なんですよ、うん、あの基本はこの主人公の葉月さんまさんの、あのボクシング練習シーンとか試合のシーンとかなんだけど、あの見てたらね確かにロードムービーっぽいんですよ、ちょっとずつこうなんかどっかこう景色が変わっていったりとかして、まあ試合場所もね いろんなところ最後は世界行ったりとかしますからあれなんですけど、はい、まあ、とりあえずなんか見てるとなんかいろいろ、まあ要は人生という旅をしたみたいな感じなんですけどね、はい、はい、はい、そして見えるものと見えないもの、うん、また大崎真理子の見た風景完全版、はい、2023年の、公開で70分の上映時間、うん、監督は筒井勝彦監督、うん、ジャンルドキュメンタリー、アート、画家、これね、あの高知出身のね、うん、大崎真理子さんっていうこの実在の画家さんなんですけど、なんとその若くして亡くなられまして、で彼女がどれほど素晴らしい天才だったのかということと、彼女が何を一体目指そうとしていたのかっていうところを、まあ、あのドキュメンタリーという形で、まあ、追っかけた作品になっていますけど、はい、まあ、ぜひ見ていただきたいなと思いますね、はい、はい、そしてひとつぼっち、2021年公開、76分の上映時間、監督は副島慎吾監督、はい、ジャンル母娘、うん、児童虐待、介護、ヒューマンドラマ、はい、そうですね、僕 の、 あの先輩のハルジュンさんが
脚本と企画、原案をやっておりまして、はい、まあ、あれですよ、あの児童虐待を受けた少女が、育ってやがて介護施設で働いてたら、そこに虐待をして自分を捨てていった母親が全てを忘れてやってくるというところからドラマが始まるんですけど、はい、まあ、母子です。はい、母子です。母を許せるのかっていうタイトルな内容でございます。はい、はい、そしてさようなら、2021年制作、101分の上映時間、監督は野村雄二監督、ジャンル犯罪ドラマ。これね、僕ね、ほんまね、入れたかったジャンルがあるんですよ。淡路島。ああ入れたかった、よう入れへんかった俺知らんから、俺野村さんのことあんまり知らんから入れたらまずいかなって入れへんかった。いや、めっちゃええ人です。ねえ、ね、そうなんですよ、淡路島が舞台なんですね。はい、淡路島でそうなんです。オール淡路島ロケで、はい、淡路島にさようならと言えるのか言えないのか、うん、ね、その、まあ、約何日間かを描いてるというやつなんですけどね。めちゃくちゃおもろいです。はい、はいはい、はい、そして、はい、武田智和初期短編集、制作は2003年から2007年の制作、51分の上映時間、監督は武田智和監督、はい、ジャンルドキュメンタリー、はい、歴史戦争。もうね、まあ、武田智和監督ね、はい、去年もいろいろと何回かこちらも来ていただいて、いろいろプレゼンもしていただいたんですけど、ドキュメンタリー監督なんですよ。はい、で、まあ、原和夫さんっていうね、ドキュメンタリーの大家の雪雪って新聞とかね、原和夫監督のお弟子さんで、で、まあ、ずっと若い時からドキュメンタリー撮ってるんですが、まあ、歴史というか、人の歴史というかね、そういうのも撮ったりとかしているし、はい、その流れの中でいろんな人をフューチャーしていくと結果的に歴史につながっているんで、南京大虐殺のこともやってるんですけど、うん、はい、今回その中で初期の短編を、集めて51分という形になってますので、はい、一体武田智和は何を考えてドキュメンタリーを撮ってたんだろうかっていうところを、うん、まあ、ちょっと見に来ていただければなっていう感じですね。はい、はい、そして追い風要素の、はい、2023年制作、60分の上映時間、はい、監督は大野仁監督、はい、映画館、うん、ジャンルは映画館、はい、地産地消、はい、コメディ、はい、高知県、はい、どういうことですかそう、これね、要はね、地産地消ムービーっていうのがこの作品の実は売りで、うん、もう高知県安田町ってところで撮ってるんですけど、そう、安田町のその映画館って書いてあるでしょ、これが大新劇場っていう映画館を舞台に描いてます。だから高知県と映画館っていうのが入ってるんですけど、はい、なのでその高知県 安田町の大新劇場でしか上映するつもりがあんまりなかったらしいんですけど、あ、まあ、今回ちょっと初めて外へ出してくれるという形になっておりまして、はい、ぜひ、大阪の皆さんにも楽しんでいただきたいところで出していただきましたので、楽しみにしていただければと思います。はい、はいはい、そして、うん、広田正興ショートムービーセレクション、はい、うん、監督は広田正雄さん、はい、ジャンル恋愛サスペンスコメディ。これね、もうね、まあ、要は2つの作品なんです。そか、で、その2つの作品が、まあ、こういうジャンルになるだろうということで、まあ、とりあえず入れていただいてるんですけど、はい、僕もね見たことはないんですけど、はい、あらすじというかどういう感じっていうと、なんかね、あるんですよ、その作品、オムニバスみたいなやつがあって、うん、そのうちの2つをなんかピックアップしてくれてるみたいです。はい、はいはいはい、そしてエンペラークロニク、はい、2012年制作、はい、60分の上映時間、うん、監督は白沢康弘監督、はい、ジャンルフェイクヒストリー恋愛、はい、サスペンスとなってます。はい、まあ、要はフェイクヒストリーっていうのは、はい、歴史なんやけど、うん、嘘ですか、嘘、うん、嘘の歴史、まあ、こんなことは本当はなかったんだけど、うん、それっぽいでしょっていう感じのやつですね。はい、まあ、それをサスペンスと恋愛を混ぜ て, てすごいな、はい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 、そしてうんちから父へ
2023年制作40分の上映時間、はい、監督は小杉映像監督、はい、ジャンルドキュメンタリー有機農業となってます、はいはい、あのウィネンファームっていうね、あの有機農業をやってらっしゃる、うん、あの農場があって、でそこを舞台にしたドキュメンタリーなんですけど、まあどう、まあ、うんちからって言ってるのはどういうことかというと、要は肥料としてね、うんちを使ったりとかするわけなんですけども、有機農法でどういうことなのっていうことを、まあ、これ見ると分かりやすく学べるという作品になってるそうです。はい、はい、以上22作品です。はい、なかなかお腹いっぱいな感じですね。はい、はいはいはい、あとジャンルもまた後半もすごいな。いやいやいや、すごかったですね。はいはい、まあ、あのこんな感じで22作品、はい、まあまあ実際、まあ、前夜祭でしか上映しない作品もあるんですけども、はい、まあ、24から26まで前夜祭含めてですね、前夜祭に関しては無料です、はい、で入場無料、入場無料、はい、あの映画を見るときだけお金もらえます、はいはい、で、あとは、25、26は共通の、チケットがありますので、はいはい、1日見ていただけるやつから、はい、まだ2デイチケットありますよ。あると思う、うん、あるはず多分、はい、だから早くそろそろみんなスタートし、あのエンジンかかってきてる頃だと思う。そうですね、はいはい、早めに予約していただかないと、はい、もう、50だっけ、限定50ですから、はい、早く言わないともうなくなっちゃいますので、はい、早めに言って申し込んでいただきたいと思います、はい、あの22作品全部見ろとは言わないですが、うん、2日やったらひょっとしたら半分ぐらいは見れるかもって感じはしますので、ぜひチャレンジして、もうどれだけ見れるかをチャレンジしていただきたいなと思いますね。はいはい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということで、はい、エンディングでございます。はい、もう今日は、一色ドラゴン映画祭一色でございましたけどね。はい、あのまああと1ヶ月ですから、ぜひぜひたくさんの人に来ていただきたいと思いますので、ね、あのビールちっちゃいんですけどね、はい、あの3箇所に分散して見れますから、はい、あのどっかで必ず何かやってるという形になっておりますので、ぜひ見に来ていただいて楽しんでいただければなと思います。公式サイトにすんごい分かりやすくいろんな情報が載ってますからね、はい、あの各作品ごとの情報もありゃ、その1日のスケジュールもありますね。でスケジュールからこれ何やろおもろしろそうやなって言って、その作品の内容が飛んでいけるとかね、結構しっかり作ってありますので、はい、ぜひ、そこからいろいろ見ていただきたいなと思っております。はい、でみんなで盛り上がっていきたいと思いますので、はい、よかったらハッシュタグドラゴン映画祭とかね、あのハッシュタグまあ、いろんなハッシュタグ作ってあの盛り上がっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、一番